れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。朝日会商業分戦、1回戦を戦った、2人に、松田七段、遠川七段の2人に、朝日新聞村瀬から少しインタビューをさせていただきます。まず勝ちました松田七段から伺いますけれども、角換わりの後手番で右翼という作戦だったと思うんですけれども、このあたりはこう角換わりの後手番だったらこれかなというようなところがあったんでしょうか。そうですね、まあ、4筋の位を取られたので、まあ、それなら右玉入りしようかなと思ってました。まあ、途中からは難しかったんですけど、まあ、中終盤以降うまく、まあ、攻めをカウンターできて勝つことができたかなと思っています。まあ、最終的にはこう、結構受ける展開が多かったかなと思うんですけど、どんなことを考えて対局中指してたでしょうか。そうですね、受ける方がしんどいんですけど、まだ相手は穴熊で硬いのでなかなか攻め合い勝ちは望めないかなと思ったので、相手の攻めを切らすことを考えて指してました。ありがとうございます。本局勝って、2回戦で藤井、名人竜王との対戦ということになって、まあ、去年も対戦しているかと思うんですけれども、意気込みをお願いします。そうですね、まあ、昨年はかなり惜しいところまで行ったんですけど敗れてしまったので、まあ、今年の方が多分自分の力はついたと思うのでまた勝負したいなと思っています。ありがとうございました。続いて及川七段にもう少しお話を伺いますが、角換わりの先手番で、駒組み進んでいたと思うんですけれども、こう対局中はどんなポイントの局面といいますかですね、どのあたりがポイントだったでしょうか。そうですね、イメージ通りの展開にはなったかなと思うんですけれども、角換わりの先手番の仕組みといいますか、打開どうするのかなというところで、想定よりもうまくいかなかったかなという感じでしたね。はい、何か代わりにここでこうやっておけばみたいなところは、後で振り返ってあったでしょうかね。そうですね、この一つの局面においてという感じではなくて、なるべくこう攻め合いに持ち込めるような、相手が攻めてきてくれるような展開になればよかったんですけれども、本局のようにこう受け入れに回られた時に攻め潰すことは難しかったので、ちょっとどこかで、方針というのを間違えてしまったのかなとは。わかりました。ありがとうございます。及川七段、公開対局、今回こういった環境で の初めてだったかと思うんですけれども、この環境で、対局しての感想を教えていただけますか。まずご来場いただきましてありがとうございました。初めての公開対局で、昨日あまり、ね、眠れなかったんですけれども、思った以上にすごいシーンとしていて、それが非常に私の中で心地よくて、ね、集中して指すことができました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それではご講談ください。ありがとうございました。それでは、もう一曲の、藤井聡太名人竜王と斉藤慎太郎八段に、少しインタビューをさせていただきます。まず語れました、藤井名人竜王から、お伺いしますけれども、後手番で、角換わりで早繰り銀という作戦だったと思うんですけれども、これはどうでしょうか、駒組みの、進み具合を見てその場で決めたという感じだったんでしょうか。そうです、まあ、その展開によっては、まあ、指してみようかなというふうに、はい、考えていました。で
実戦、そうですね、3五歩突っかけてって、こう、2八に角を打って、まあ、そこでこう、しばらく先手から攻められる感じになったと思うんですけども、2八角と打って以降の手応えとか、読み筋っていうのはどんな感じだったんでしょうか。あ、はい、そうです。まあ、かなりこう激しい展開に進んで、いつもこその局が先にこう危険な形になるので、そうですね、まあ、悪くなる瞬間ってもおかしくないかなというふうに思っていたんですけれども、まあ、こちらも、そうですね、動いてこういかないと、ちょっとまあ主張が、ね、まあ、乏しい展開になってしまう恐れもあったので、そうです、まあ、判断の、はい、難しいところだなと思っていました。もう玉がこう4四の地点まで来て、5三金に4四玉とか、だいぶ上に行って、目置きがちょっと難しい感じだったと思うんですけど、あの辺りというのは、それでも大丈夫っていうような読み筋だったんでしょうか。あ、はい、そうですね、かなりこう危険な形かなと思っていたんですけど、4四玉と立つ手が成立すれば、もちろん手厚くすれば楽しみもある展開なのかなと、はい、思っていました。最後、ここで勝ちかなと思ったら、大体どの辺りですか。あ、はい、あ、そうです。まあ、8八飛車と打って、まあ、詰めろで、こすまっていける形になったかなと、はい、思いました。ありがとうございます。2回戦では、増田康宏七段と対戦ということで、昨年と同じ、ところで同じ相手で、まあ、昨年の大熱戦だったと思うんですけれども、まあ、今回改めて2回戦の抱負を、お願いします。はい、増田七段とは、1年ぶりの対戦になりますけども、そうすると昨年の課題力でも本当にその強さをやっぱりすごく感じるところがあったので、まあ、しっかりご集中して敗退局に臨みたいと思います。ありがとうございました。続いて斉藤八段にも伺いますけれども、まあ、角換わりで先手番でしたけれども、まあ、後手の方から早繰り銀の作戦に来るというところだったんですけれども、戦いが始まるまでの駒組みの段階というのはどんな手応えだったでしょうか。はい、そうですね、まあ早繰り銀なんですけど、4一玉っていう形なので、4二玉の形と比べると、まあ、そんなに多くはない将棋だったので、細かく変化されているのかなというふうに思っていまして、そうですね、ちょっと3五歩と突くのが、まあ、お互いに怖いところで、まあ、そこが大丈夫じゃないかと、まあ、見て踏み込むというか、まあ、来てもらってという考えではあったんですけれども、まあ、そうですね、最後進んで4四玉まで行って、駒不足と言いますか、少し足らないのかというのが、そこになって気づいたような感じでした。結構攻めるっていろいろあったと思うんですけれども、この局面で代わりにこうやってればっていうところはどこかありましたでしょうかね、現段階で。そうですね。ただその、2八角打たれてからは、比較的もう、お互いにこうするしかなくなっていったのかなというふうに思って、まあもう少し粘りのある手はあったかもしれないんですけれども、基本的にはちょっと、気づいたら苦しかったという感じでしたので、もう本当に序盤まで戻らないといけないのかなという感じで、まあ最初ちょっと6八玉と上がるところが、まあ、系統ケアしない、まあ、勝負の手だったんで、ちょっと通らなかったのかなと思います。ありがとうございます。今回、まあこの名古屋対局で公開対局ということだったんですけれども、この環境、で指してもですね、感想を改めて伺えればと思います。はい、多くの皆様にご来場いただきまして本当にありがたく思っています。ありがとうございます。そうですね。本当に、素晴らしい環境で皆様も、スマホを鳴らさず、はい、素晴らしい環境だったと思います。本当になので公開対局なんですけども盤上に没入しているような感じでしたので、そうですね。でも終わって、そうですね、皆さんに見ていただいたと、見ていただ
ただいていたと改めて気づくぐらいも、集中できる環境に、していただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。それではここで